タレントのアレン様が11日、XQ ツイッターでバラエティ番組、相席食堂の出演オファーに怒りを表した。千鳥が MC を務める相席食堂から出演オファーを受けたが、存在な文面で一方的に出演オファーを取り下げられたとし、二度とオファーしてこないで下さいませと通告した。写真、二度とオファーしてこないで、アレン様の実際の投稿。 整形総額1億円超えで知られるアレン様は、相席食堂側が勝手にスケジュール確認してきて、丁寧にこちらサイドは、スケジュール間と出演料等のご条件をお戻しさせていただきましたと番組側に出演条件を示したところ、相席食堂側から仮押さえいただきましたが希望出演料の OK が取れずスケジュール外してくださいとメールが返ってきたと言い、偉そうな口調で外してとうと連絡してきて、 二度とオファーしてこないで下さいませ。低予算番組は低予算で出てくれる人を探してなさいねと怒りを滲ませた。アレン様の苦言に対し、X 上ではビジネスメールの基礎ができていない、苦闘点がない、名乗らないほぼ過剰書き、日本語が崩壊、闇バイトの方がマシな文章を打てそう、などと番組サイドの存在な文面を難じる声が寄せられた。